斉藤優也のラグビーチャンネル。さあ始まりました、思い出を語るシリーズ。今回は大学選手権で優勝した時の話をしたいと思います。1996年同シーズン、僕が大学1年生の時、それから22年後、2018年度シーズンに明治大学は優勝したわけなんですけども、実は2018年優勝したメンバー4年生が生まれた年が1996年に生まれた年で、それだけ長い年月明治大学は優勝から遠ざかってたと言えます。1996年といえば明治大学監督の北島監督が亡くなられた年でもありました。紫紺のジャージに黒襟をつけて試合に出たシーズンでもありました。当時の明治は縦の明治、そして決勝戦の相手は早稲田大学、横の早稲田という構図がありました。縦の明治と簡単に言うとですね、大型フォワード、強力なフォワードを前面に打ち出した明治、そして対する早稲田は展開を主とした、ボールをどんどん大外にボールを振る、この横の早稲田というのは、展開力のある、早稲田大学という縦の明治と横の早稲田、この構図がすごく、面白い、構図でした。当時の明治大学の選手といえば、プロップに満島さん、そしてロックに鈴木健三さん、大学卒業後はプロレスラーになりましたね。でフランカーにはキャプテンの松本さん、スクラムハーフには現在明治大学の監督の田中清則さん、スタンドオフにはコーチの伊藤博明さん、ウィングは山品さん、福田さん、山品さんは理工でも監督をしていました。対する早稲田大学の選手といえば、フランカーに吉祥さん、そして中竹さん、ナンバー8には平田さんがいましたね。スクラムハーフ前田さん、スタンドオフに月田さんがプレーしていました。そしてセンターに山崎裕樹さん、縦の強いセンターでしたね。そしてウイングには長嶋さん、山本さん、そして吉永さんがフルバックでいましたね。当時の記憶を思い返すとですね、やはりゴール前のスクラムを思い出します。ペナルティを取れば必ずスクラムを選択して、スクラムトライを狙いに行くわけなんですけれども、強みとしていた、スクラムでペナルティを取ってペナルティトライを狙うとか、そういった明治の戦い方は、単調でしたけども非常に相手にとっては脅威だったのではないかなと思います。対する早稲田はですね、どんどん大外にボールを振る、当時のラグビーというのはフォワードは常にこうボールの近くにいる、モールラックで仕事をすることを徹底されてたので、ボールを振ることによって、フォワードがすごい疲れさせられたなというふうに、覚えています。結果32対22で、明治大学が勝利するわけなんですけども、大学1年生で国立競技場満員の中で試合をするということに、高揚感がすごくあったわけなんですけども、そこで優勝できたということが非常にいい思い出となっています。特に早稲田大学といえば、明治大学としても、因縁の相手、ライバル視している、チーム、大学であるわけですから、非常に好敵手というところで、非常に盛り上げたシーズンでもあったかなというふうに思います。明治大学の当時のすごかった選手というところで、2名紹介したいなと思うんですけども、まずプロップの満島さん。満島さんはですね、プロップ1番の選手で、僕は当時1年生はロックで出場していたわけなんですけども、満島さんの後ろに、スクラムで後ろにつくわけなんですけども、一番最初に言われた言葉がですね、お前はついてるだけでいいよって言われたんです。それだけ満島さんはスクラムでも一人でもどんどん前に出ていく、そんな強さが魅力的でした。そして、フランカーの松本さん、キャプテンの松本さんですね。そんなに体は大きくなかったんですけども、とにかく仕事量と、そして前へ出ていく精神というものを間近でこう見せていただいたんですけども、これは早稲田戦ではなかったんですけども、ある試合でディフェンス、タックル2人3人にこうタックルに入られるシーンがあって、その2人3人の上を転がりながら、また人の上を転がりながらトライをするということがありました。まさにこう前への精神を持った、そんなプレーを1年生で、そういうプレーを間近で見て、すごいなというふうに思いました。そしてもう一つエピソードとして、
満島さんとはですね、まあ、スクラムと、まあ、ラインアウトで、僕がジャンパーとして飛ぶんですけども、満島さんが、まあ、リフティング、まあ、支えるプレーですね、これをやるんです。で、常に試合の前に、夜中に分析を一緒にするんです。まあ、当時、1年生といえば寮内ではなかなか先輩の仕事を頼まれて寝る時間も少なかったということもありましたけども、まあ、その時に夜中に呼ばれて相手の次の対戦相手の、まあ、当時ビデオですね、映像を見ながら次はこういうふうに飛ぼうとか、まあ、そういう戦略的な、まあ、分析をして、次はこういうふうにやるんだということを、ミーティングしていたことを思い出しました。まあ、すごく、研究熱心な方で、そしてグラウンドに出ると本当に心強い、パワフルな、先輩でした。後に満島さんは卒業後に一度トヨタに、就職して、ラグビーを続けるわけなんですけども、一つ思い出されるのが、まあ、相手が走ってきてボールを持って走ってきた外国人プレーヤー、まあ、大きい選手ですね、腕一本でこう投げ倒したのを見たことがあって、まあ、本当にすごいなというふうに、覚えています。まあ、明治大学といえば、まあ、大学選手権で1年生で優勝しましたけども、まあ、2年3年4年とちょっと優勝することはできなくて、まあ、22年後に明治大学は優勝することができた。そして今年、今シーズンまた早明戦が行われますけども、まあ、非常に今年も今季も明治大学は期待される年でもありますから、ぜひ優勝してもらいたいなと思っています。ということで今回は大学選手権で優勝した思い出を話しました。ぜひこの YouTube の高評価そして登録ぜひお願いしたいなと思います。メンバーシップも始めたのでぜひそちらもチェックしてもらえたなと思います。ということでノーサイド。